さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。何さらすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。キリュウさん、悪いが、こいつは俺がやる。あんたは郷田会長。わかった。意外にやるやないか。まあ、やろ。そないに死にたいんだ。先にやったらやないかい、ボケ。待てや、キリュウ。倒れんじゃねえぞ。
加減はいらねえぞ。もう終わりか。おっほう。
逃がさねえぞ。行くぜ。キリュウさん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。しっかりしろ。キリュウさん、やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろが。大吾、お前は合田会長を連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前は
ここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。わかった。やっと二人きりになれたの。会長は登場会が預かる。この杯絶対に邪魔はさせねえ。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ああ、本物の竜はどっちか決着つけやないか。ここがあんたの墓場や。勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと。お前は大悟とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。
さん、覚えとけ、勝負はまだ終わっとらんで。本部内の全員連行や。はい、はい、桐生一馬さんですね。そうだ、府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。ああ、悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ、まあそうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査、ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て、あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったく、どうなってんだか。伝説の刑事ん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったが、俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ、それがそうもいかねえんだ。あ？お前、須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室。警視庁赤角間ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。おお、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々、倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい、ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、
数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ。五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした。実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、わかっとるな。はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は。全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ。実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは。そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を。実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ。